こんばんは、大阪ワイズ。本日は東心斎橋アトモスフェーレからお送りしております。皆さん、平日、どうお過ごしでしょうか。久しぶりに平日配信しております。まあ今日からね、ちょっと気温も冷えて、先週ぐらい暖かかったんだけど、まあ、また寒くなってきて、まあね、コロナウイルスとかも流行ってるんで、皆さんね、お体大事にして遊びに出ていただければなと思います。それでは本題に、入りたいと思います。今日紹介させていただくアトモスフェーレは、まあ、個人的には、まあ、そんなに、めちゃくちゃ遊びに来てたっていうわけでも、まあ、ないんですけれども、まあ、外から見ていて、まあ、知り合いの DJ とか、アーティストがライブをやったりとかね、してるのを見ていて、まあ、大阪の独特なね、シーンの混ざり具合というか、いろんな方が、ここに来て、まあ、交流をしてね、ライブとかもセッションしたりとかしてるのを、聞いたり見たりしてた中で、まあ、ちょっと特殊な、場所じゃないかなと思ってね、この度ね、特集を組ませていただくことになりました。まあ、大阪には、まあ、他府県もそうやと思うけど、まあ、バー、まあ、クラブがね、まあ、あんまり、人が集まらないということで、バーでね、楽しんでるアンダーグラウンドシーンっていうのは、まあ、そういったところで盛り上がっているところもあると思うんやけど、まあ、大阪もそういったふうにいろんなミュージックバー、DJ バー的なものがね、今めちゃくちゃ盛り上がってて、まあ、もちろんクラブにもすごい面白いパーティーやってるんだけど、バー界隈ですごい盛り上がりがあるんですけれども、このアトモスフェーレに関しては、まあダンスミュージックっていうところだけじゃなくてね、基本もそのクリエイターであったりとか、音楽だけじゃなくて、まあ、グラフィティ、絵描きの方とかで、写真やってる人とか、音楽を作ってるバンド、音楽を作ってるアーティストの方々もね、ここに来て、まあ、遊んだり、飲んで、楽しんでたという、すごい、特殊な場所だということでね、あまり僕は大きいことは言えないかもしれないですけども、この場所をちょっと特集したいなと。で、アトモスフェーレは、来月から、移転するということでね、この畳屋町会館、2階での、業務を終えると。まあ、移転してね、次の移転先も、まあ、後から、まあ、オーナーの翔平君に聞いていきたいと思うんですけど、移転先もあるけれども、まあ、この場所についてね、ちょっと来ていただいているお客さんとかオーナーさんに、お話を聞いて、これをちょっとアーカイブ化してね、10年後20年後に残る、まあ、残るかどうかは分からないですけど、アーカイブ化して、これを一つまとめたいなというところで、お送りしていきます。まあ、今日はね、23時前、僕がもうちょっと終電で帰らないといけないんで、23時前ぐらいまで、まあ、来てもらった DJ の方に、セレクターとして音楽を流してもらって、で、僕と、オーナーの翔平君で、あと、まあ、もしね、ゲストの DJ の方にもちょっとね、お話を聞きながら進めていきたいと思います。あと、ミキセラーというね、アプリを使ってこれから配信するんですけれども、チャットルームに入ると、まあ、オーディエンスの方同士で、会話できたり、あと僕たちも見てるんで、リクエストとまでは言わないですけども、まあ、気になる話とかあればどんどん入ってきてもらえれば、リスナーの方と、こっち側で、お話しすることもできますんで、もしよかったら、ミクスラーの、アプリでログインしてね、アカウントを作って、チャットルームに入ってもらえればと思います。翔平君、ちょっと今バーに入ってるんですけどちょっと今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけども、はい、美味しいフードを作っていただいて、はい、ありがとう、はいはい、いえ、こちらこそ。今日のメニューをちょっと紹介してもらっていいですか。まあ、中華料理なんですけど、干し豆腐っていう中華食材を、まあ、マーラーあえにしたマーラー干し豆腐と、はい、
最高です、いただきました、はい、あと蒸し鶏、まあまあまあ、あの ベタな感じですけど蒸し鶏の、まあ、生姜ソースだけのその2つを今日はフリーフードで出しております。ありがとうございます、はい、まあ、今日はフリーフードということで、会場もね、普段はあんまり会場を公表しなかったり配信会場を公表しなかったりとかあまりお客さん呼んだりしてないんですけど、今日はもうぜひということで、まあ翔平くんね、はい、作っていただいて、今日の料理はちなみに、お箱というかお箱、まあまあ、この蒸し鶏とかはまあよく作ってるんですけど、この干し豆腐は、まあ、よく食べてて、まあ、調理自体は結構簡単で、はい、干し豆腐は、まあ、もうこいつは別に一から作るわけじゃなくて、まあ、売って、まあ、この冷凍状態のものを解凍して、でそれをこう、まあ、こう絡み合いにしたりとかっていうやつなんですけど、まあ、それの、その、まあ、どれぐらいのエクストリーム差加減をどこまでいくかっていうまあよく言ってたその島のうちの中華料理新福とかやったらもっとこう辛かったりしたんですけど、まあ、今日はまあそこまで辛くせず、そこまでしびれずちょうど良さを追求したものになっております。なるほど、僕まだいただいてないんですけど、ちょっとメスカルもあるんでね。あ、そうですね、メスカルと合いそうですよね。合います合います合いますいや、もう会場にはもうどしどしと200人ぐらい200人ぐらいアトモスフェアの総勢をちょっともう今日パンデミック起こってまうわいやでも翔平くんほんま先月もね、ヒーヒー言うてましたけど、そうですね、今月大変っすね。もうなんかもう詰め込んでまあ移転ということで、そうですね、まあ移転やから別になくなるわけじゃないんで、別になんかこうさよなら感ないけど、なんかこうとりあえずこうみんなここでやっとこうみたいな感じやってくれるからそうですよねまあなんかこの場所で DJ 始めた人も多いっていうか、まあ初めていっぱいいると思いますし、まあ、そうですね、そうまあ思い出があるんでしょう皆さんだったらありがたいですいやいや昨日もね、昨日何時までやってたんですか。昨日は大島茂の、まあ、ソロ、まあ、オープンラストで夜、まあ、9時に開けて10時から始まって、まあ2時ぐらい終わるかなと思ったら2時ぐらいからめちゃくちゃ人が盛り上がってきてどんどんパーティー感が出てで結局4時半、まあ、4時ぐらいまで続いてるんだね。しげる君も次の日仕事終わる言うてたのに。んで僕今日昼間ね、本町のそうそうそうアトモスフードに寄ったらもうちょっと疲れてましたよねやっぱり。さすがにまあ3時間ぐらいだったら大丈夫やけど、ちょっと連日の疲労がまだ残ってるから。まあそうですね。まあ昨日だけじゃないですしね。そうそうそう、もう先週もう金土日ですか。そうですね、金土日月の4日間で、まあ、パーティー、まあ、ライブも合わせて、4日間で5本日曜日が昼と夜のイベント両方入ってたんで、うわ、で、まあ、金曜日だけもともと自分のライブも入れてもらってたけど、はい、まあ、なんかこう、まあ、自分のライブのセットも店に置いてるからそのまま自分も飛び入れて入ったりと思って、はい、で日曜日月曜日両方その2つのパーティーでもうライブやらせてもらって、ね、もう自分からこう追い込んでいくスタイルですね。いやすごいです、感心いやもうただただすごいとしか言いようがない。どうやって寝てる時間あるんかなっていうぐらいの寝れるとき寝るみたいな寝るとき寝寝たと思ったらそれでなんとかいけるっていう精神ですねちなみに移転の話ですけれども、はい、移転はいつ決めたんですか。まあ移転自体はもう結構何年か前から考えてたのがあって、まあまあ、厨房設備があるところ、まあ、今の店もあるのはあるんですけど、まあ、なんかそんなこうちゃんとこう料理ができるような環境ではなくて、まあ、こうバー的な感じでしか、まあ、DJ バー的な感じで使ってるけど、まあ、ちょっともうちょっとちゃんと厨房設備もあって、で、まあ、バンドのライブとかそういうのもできるような感じのとこが、まあ、その両方が、まあ、できるようなとこがあったら移転したいなと思ったけど、まあ、なかなかそんなところも広いところじゃないとないし、で、まあ、どうしようかなと思いながらで、ここでやってるパーティーとかもいろいろいっぱい人来てくれて、結構もう、まあ、ありがたいことになかなかここじゃ入りきれへんみたいなのもあるから、まあ、でどうしようかとずっといろいろ考えてて、まあ、そのフロアとそのバーとか厨房とかを切り分けて考えてみようかなみたいな感じなんで、はいはい、でまあ、その次のところはもうフロアはないけど、まあ、厨房は一応まあ最低限はあって、はいはいはい、で、まあ、フロア的なものはもうその他のお店とかで、まあ、こうパーティー、まあ、自分から企画していくというか、あーはーはーはー、そういうのをまあやらせていただこうかなとなるほどっていうので、まあ、移転はぼんやり考えてて、でその次の、まあ、移転する物件が
まあ、それはもともと友達が入ってたところで、はい、まあ、結局居抜き的な感じなのでそこに入る形で移転するんですね。移転先は、どこですかね。まあ、同じこの東心斎橋エリアの、まあまあ、2ブロック先というか、まあ、ここから歩いて5分もかからない、悪名高い南警察署の、はい、向かいに境筋の境筋の、まあ、御堂筋そうなんですよ、ね、ファミリーマートの向かいかぐらい。なるほど。より一層なんか 近くなりますね。あの辺のあのアストンプーもはめっちゃ近いし、そうそう、ね、なんか波の花も移転してきて、そのストンプーの上に、はい、まあ、そのなんか東心斎橋がよりなんかこうより濃くなったとか。そうですね。まあでも東心斎橋という、まあ、ブロックからは出ないから、そうそう、まあ普段ね、アトモスに普段から来てた人とかはもう全然なんかなくなるわけでもないし、移転してより近く逆に行きやすいわぐらいの。そうそう、まあなんか、まあ、最近はこうバー営業が結構多かって、まあ、こうバー営業でも結構ワイワイする感じだったら、まあ、その次のところもそのカウンターの広さは今よりは席数があるから、はい、まあ、そのあ、そうなんですね。そうそうそう、より濃厚な感じの場営業はできるんじゃないのかなと。営業時間とかももう決めてるんですか。いや、まあ、いやもう全く考えてないですよね。もう最初は昼間、夕方やって、まあ夜、まあ、終電ぐらいまで、夜10時ぐらいまでで終わるかなと思ってたけど、でもなんか、まあ、今の感じ、まあ、今、まあ、8時、9時とかから開けて、まあ、1時に閉めたりとかっていうのもやっぱり面白いしなと思いながら。ご飯、まあ、まあね、ご飯出すって感じ。ご飯もまあ一応出そうと思ってるけど、でもそれもがっつり出すとちょっとしんどいなみたいな。これから考えていきながらみたいな。ね、まあ、もちろん最低限のご飯とか、まあ、当ては出そうと思ってるんですけど。なるほど。まあ、アトモスフェーレがね、東心斎橋、まあ、ステイン東心斎橋ですけれども、この、まあ、畳屋町会館での場所はもうないという、なくなるということでね、この先、あとどっか入るんですか。この場所とかみんな遊びに来てるし、誰か、ね、いやなんかその知り合いが引き継ぐとかあるんですか。いや、まあ、もう全然そんな話はなくて、不動産屋にもそれ誰か知り合いないですかっていうのは言われてたけど、まあ、別に、まあ、ちょっとここの色が強すぎると思うから誰かいるっていうのもまあそれはそれでなんかあれやろしなって。まあまあ荷が重いというかね。俺は全然やってくれていいけど、もうあの機材もそのままこう譲渡する形でやってもらってもいいけど。ほんまっすね。スピーカーとかも全部そうそうそう。どうすんねんって話。うどうするんですか。あのね、この大きい方の JBL はあのゼロゲージ、あ、はいはいはい、ゼロゲージに一応、まあ、引き取ってもらう、まあまあ、買い取ってもらって、なるほど、まあ、その DJ ブースの方、まあの JBL2 発とブース1式ブースとか、まあ、探偵とかは一応、まあ、持って帰っておいて、はいはいはい、まあ、最低限のものは、まあ、次の店舗はそんなあのブースは常設できるほどの広さではないけど、まあ、機材だけ置いておいて、はい、まあ、なんかちょっとやるんやったらブースも組めるようにはしようかなと。ああ、そうなんですね。僕はまだその場所にあのね、あのな有名ですけどタコラっていうのね、そうそうそう、あのところをやったみたいですけど、別に DJ のスペース作ろうと思ったら作れるぐらいのギリギリ、まあ、探偵2台ミキサー置くぐらいのスペースは、まあだから BGM 的な環境でできるっていう感じです。なるほどね。そういう感じであの店は移転されるということで、まあね、あのアトモスフェーレは、オープンしたのが2008年ですか。2008年ですね。2008年って言ったらどんな時代やったんですかね。例えば、SNS とかで言えば。SNS、まあ、Twitter とかまあもうちょっと後かな。2010年からだったかな。2009年かぐらいからやって、まあ、まだミクシーですよね。やっぱり。あははは。ミクシー。じゃあもうミクシーをに入ることができる人はもう昔のアトモスフェーレが分かるっていう感じ。そうそうそう、ミクシー、まあ、その自分で店やる前の時から、まあ、最初の SNS 的なのはミクシーやから、はあはあ、まあ、そのマイスペースとかもあったけど、まあ、それは別に店と関係ない感じでやったし、はあ、店の告知はじゃあブログっていう。そうですね、まあ、ブログが一応そのエキサイトのブログ、まあ、そっちはもう使ってないから一応今はもうタンブラーでやってるんですけど、その初期の方はそのエキサイトブログでやってたんですね。はははは。なるほど。なんかオープン2008年の2月かで、それ前って翔也くんなんか大阪の人ですよね。元々。そうそうそう。で、どこかで。そうです。アメ村の、まあ、今ももちろんあるけど、アメ村のミッテラ会館の地下に、はい、コントンっていうパンクバーがあって、はい、まあ、そこの
まあ、実質3代目店長。あ、3代目店長。3代目店長やってて。オーナーは別にいるっていう、ね、オーナーは別に出てて、はい、その向かいにパンクアンデストリーっていうレコード屋もあって、はい、そのパンクアンデストリーとコントンっていう店を、まあ、両方そのオーナーが、まあ、持ってる形になってて、はい、その当時は。今はちょっとそのパンクアンデストリーはもうその今やってるやつが買い取りというか独立した形やけど、あはははは、まあ、そのコントンで2年ぐらいかな、2年、1年半2年ぐらい働いて、でそのままもうすぐここ始めた形ですね。12月末、年末まで、2007年の末まで働いて、で2008年の2月2日にオープン。めっちゃ早いですね、決断。しかも全然もう休んでない。どうやって見つけたんですか、この場所。ここはその、まあ、そのこの日報畳山近い感じで、その日報っていうのが、まあ、日報とした建物って不動産屋で、はい、そこに、まあ、先輩とか友達が働いてて、はい、で、まあ、バンド関係とかやったりする人やけど、ちょっとなんか、まあ、独立すんねんなみたいな話してて、でちょっとなんか物件どっかないかなみたいなんでいろいろ紹介してもらってて、でまあそこの物件を見つけた。まあ、知り合いバンド周りの知り合いのつてっていう感じなんです。なんかあのね、こういう建物、まあ、独特なあの雑居ビルっていう、もろ雑居ビル、ね、あのこの階だけで飲み屋何軒、あの何ぐらいあんねやろ、もう他の店と本当に仲良くないから確実に嫌われてるから10、まあ、10軒ぐらいかな、東へと北南5軒5軒ぐらいにあって、その10軒のうちのうちは1軒やけど、まあ、本当に一番端2軒隣のレゲエバーの人以外は誰も挨拶してくれないですね。そんな仲悪いですね。なんかしたんすか。なんかしまくってるから迷惑でしかない店だと思うから、他の店からしたらまあまあ音がこんだけ出ててっていうところで言えば、あ、まあ最初からオープン当時からこういう感じだったんですか。バー普段やってで、週末、まあ、イベントを組むっていう。そうですね、まあ、その平日、もともとそのバー、まあ、コントン以外でももともとバーで働いたりしてて、はいはい、そのまあバー営業、まあ、基本的にバーの仕事はずっとやってたから、そこに、まあ、その DJ 的なのを入れたら自分が遊びに行かんとここで楽しめんやったらそれでいいやみたいな感じ のノリでもやってたから、で週末はこういろんな DJ の人にやってもらったりして、はいはいはい、もうまあオープンの時も DJ の人、まあ、5、6人入ってもらって、はいはい、でオープニングパーティーもやったし、そうそうそう、みたいな。なんかその多分めちゃめちゃ外、もうアトモスフェーレの名前を聞いたことあるだけみたいな人であれば、うん、多分最初の印象でパンクバンド、ハードコアとか、うん、ノイズとかの印象多分ちょっと若干あると思うんですけど、うん、そうですね、翔平くんめっちゃ DJ 界隈強いっていうか、まあ知り合いめっちゃいますよね。まあだから、まあもちろんその好きで遊びに行ってて、自分はもうダンスミュージックの DJ とかは全然 しないけど、はいはい、まあ、パーティーはよく行ってたから。どんなパーティー行ってたんですか。まあでも大学の時は京都いたからそんなに行ってなかったけど、大阪帰ってきてからはこう夜遊びに行くので、まあやっぱりフラーオブライフに行ってて、はいはい、で今こう来てもらってるんですけど、あのスピンナッツ あのボディシャイニング、ボディシャイニングうっかりこう遊びに行こうぜって行ったらまだオープンしてなくて、でなんとなくめちゃめちゃ気合い入ってる人来たねみたいなオープン前からそ, れまあ、その当時から、まあ、今もずっと一緒に遊んでるんですけど、はい、フェロシャス X ってバンドのボーカルのハノチってやつがいてるんですけど、はい、明日 DJ です、まあ、そう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 、でそいつと飲んでて、でもうなんか遊びに行こうっつって、うん、その、まあ、鶴の間ですね、はい、鶴の間遊びに行こうっつって、で行ったら、まあ、そういうあんまりちょっとよく分かってなかったから、あ、何時ぐらいからとかで入って、まだ音鳴ってないかなぐらいで行ったら、こうみんなこう乾杯というか DJ たちが集まってこうなんかちょっとミーティングしてるところになんとなく入ってきてしまって、それでも誰も誰か知ってる人いてっていう話ですか。いや直接は知らんかった。あ、そうなんですね。もうなんか、うん、知り合いが行くぐらいの感じ。そうそうそう、何のパーティーやってるかな。なんかあのウエシンさんと一緒にちょこんと座ってたあ、ウエシンさん懐かしいですね。そうそうそう、絵をフリーで遊びよ。まあ、そういういろんなところで遊んでたから、まあ、そういうところをやったっていうことですね。そうですね。まあ、ほんとひたすらで、まあ、もちろんバンドやっててバンドのライブにも行ってたけど、こう、まあ、バーの仕事とかずっと飲食やってて、はい、で土日がなかなか休みにくいんだ、まあ、仕事終わるのが10時ぐらいとかやから、はい、もうライブバンドのライブとかやっぱりそれぐらいに終わっちゃうから、はい、
その、まあ、仕事終わってから遊びに行くのがやっぱこう、まあ、パーティーの方がどんどん多くなっていて、あーはーはーはー、で、まあ、そんなに詳しくはないけど、まあ、夜は遊びに、とりあえずまあなんか面白いし遊びに行こうかみたいなので行ってるうちになんとなくみんな仲良くなってった、あのアーティスト活動も、まあ、やってるし、その時もやってたんですか、もうあのその時もあのオリズモじゃないか、そうですね、オリズモも2003年からソロプロジェクトとしてやってて、まあもう別に誰にも知られんでもええわぐらいな感じ2003年とかやったらまだ京都ですか、その時代は。いやもう2003年に帰ってきたから、こっちに。あ、なるほど。こっち戻ってきて、でもうバンドはやっぱりこう、まあ、まあ最低限4人とか3人とか、はい、そういう人がいないと成立しないけど、1人でやる音楽をなんかこう考えなあかんなと思って。ああ、なるほどね。別にこうノイズとかやるつもりもなかったけど、なんとなくまあサンプラーとか使ったりして、はいはい、でなんか最初はフリージャズっぽいこととかやろうかなみたいなんで、はい、トランペットとかも使ってとかやったけど、トランペット、で結局でももうどんどん削ぎ落としていって、もうベースだけでやるみたいな。まあそのね、自分がその音楽活動をしてるっていうのもあるし、遊びに行くっていうのもあって、っ、ね、まあ、遊びに行くところがその自分がやってる音楽とは全然違 う, そ う, そ う, そうところで遊んでた。それはまあいまだにその感じはするけど自分がやってる音楽と遊びに行くのはもうずっと違うみたいな。でまあそれで刺激を受けることが結構多いから、なんか本当にあ、こんな音楽関連なみたいなんて、やっぱりこう自分が好きで聴いているだけじゃなかなか出会うこともないし、まあそうですね、で結構その、まあ、本当に DJ とかも分かってなかったけど、まあ、その DJ の人と喋ってたら、もともとパンクとかハードコアとか好きやったとか、昔バンドやってたみたいな人も結構多くて、まあ、そういうところからもその音楽の話がまだ広がって、教えて、いろいろ教えてもらうこともあるし、はいはいはい、なるほど。いやー面白いですね。恥ずかしいです。いやもうまだまだ聞きたいことはあるんですけれども、はい、ここだで僕はちょっと気になってるんですよね、フードが、はい、ちょっと一口いただきたいんで、はい、DJ いや、はい、音楽お願いしていいですかね。今お集まりいただいている DJ の皆様、いや DJ の皆様にBGM みたいなの書かれます？え、僕が書けるって感じですか？あ、CDJ に入ってるんですね。あ、かかってるんですか今。一回ちょっと僕、フード。フード食べるんで。
We'll be right back.
こんばんは。大阪ワイズをお聞きの皆様ありがとうございます。本日アトモスフェーレ、東心斎橋アトモスフェーレの、移転特集ということでですね、皆さん、たくさんの皆さんがお集まりいただいております。そうですね、もう200人ぐらい来てますね。200人ぐらいね。もうギャルたちももうワンサーか。ギャルが120人。ギャルが120人。6割ぐらいを占めてるというね、すごい、状況で、翔平君の鼻の下が伸びてるという状況。そうですね。まあまあ、ちょっとね、休憩、もう飯めっちゃうまかったっす。ありがとうございます。これがね、毎日食べれるようになるんですかね。はい、そうですね。これ、まあ、気まぐれで。気まぐれ。シェフの気まぐれ料理的な。多国籍料理、いろんな国の料理が出てくるんで。まあ、いろんなストリートフードを。何ややねん、みたいな。まあね、そんな感じで、まあ、ちょっと、話を進めていきたいと思います。まあ、ね、僕はこの、特集にあたって、アトモスフェーレのね、残しているブログとか、ホームページを、洗いざらいちょっとチェックしたんですけど、まあちょっと、X ブログのね、パーティー、順番に2008年の、はい、オープンから、ちょっと聞きたいんですけど、はい、早速その X ブログ最初にはですね、2000、そっち行きます?あ、ちょっとついに翔平くんが、お客さんになるみたいです。今までちょっとバーでね、対話式でやってたんですけど、X ブログではね、7月25日に出した告知が初めてで、はいはい、それ前は載ってないんですよ、はいはい、で、オープンのパーティーとりあえずどんな感じだったんですか、はい、ここオープンは2月の2日に、まあ、DJ5 人、まあ、スピンナッツ、アッキーかまちゃん DNT、はい、で、まあ、その当時 の、まあ、さっき言ったパンクアンデストリーっていうレコーディアの店主の高山君と、はいはい、DJ 誰ってかなと誰でしたっけスピナッツさん。でも逆によう覚えてますね。そうそうでラムちゃんのライブと、はい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 、あとカンモリアっていう、ね、これがもう西成のこうインフェイマス、インフェイマス居酒屋があって、インフェイマス。そこの店主のもみさんって人に自作オリジナル演歌を、オリジナル演歌、オリジナル演歌、歌ってもらう、歌って、まあ、ギターも弾いて、もうその人が全くギターも弾けてなくて、やばい、もうなんかアシッドというか。アシットというかブラックメタルというか本当もうなんか不協和音の中で歌うみたいな感じだったすごいっすねオープンからオープンでそれがまあオープンのパーティーやったとそうですね、まあ、多分そのメンツっていうのは当時から遊んでたメンツっていう、まあ、その本当フラワーブライフ行ったりでそのフラワーブライフまあ、そのかまちゃんとか仲良くなったのも DLT かまちゃん仲良くなったのもその西成の冠屋で、はあはあはあまあ、さっきも出てきたそのヘロシャス X でバンドのボーカルのハノチと西成で、はいまあ、係が昔天ヶ茶屋に住んでて、はいはい、で西成でよく飲んだりしてて、はいはい、その冠やったとこで、まあ、飲んでたらこう、まあ、そのかまちゃんとかもいて、まあ、インベ君も現波の花レコード、はい、インベ君もいて親方見ていただいてるみたいで、ね、みたいですねSNS ではチェックしました、ね、来いよっていう話来いよ近所やし来てくれやってなんか最後に登場するかもみたいなこと言ってたんです一昨日ぐらいも3日ぐらい連続で言ってるんですけどねまあまあまあそこで一応出会いがあってのつながりみたいな感じ で、ねはい、でその後も一応毎週一応やってたぐらいの感じですかいやでもね多分ちゃんとしたパーティーというかあそうかネオンっていうパーティーがあって、はい、ネオンは乗ってそのブログ載ってなかったですかブログには多分この後載ってくるんかもしれないですけど載ってそのと載ってないですね乗る前かなエブタイドレコードってはいはいの道吉川道吉川はいと、まあ、その、まあ、一応彼とそんで、まあ、ギルティーコネクターっていう、まあ、そのいずれやってる浩平君とかが、まあ、レギュラーってわけでもないけどがや、はい、まあこうその人たちでネオンっていうパーティーをここでやってはいでそれが多分そのクヒオパニックの前になったかなあははははなるほどじゃあね最初のネオンが最初のパーティーかもしれないあ、まあ、それもでもダンスミュージックばっかりってわけでもなかったからはいはいはい、まあ、このなんかバー営業にこうみんなまあそれぞれ好きなレコードかけてもらうみたいなような形のパーティーかなあははははパーティーというか本当みんなまあ集まってたらただまあいい音楽聴いてみたいな感じのノリの
日やったっすね。営業スタイルはどんな感じだったんですか。普通にててまあでもどずっとこんな感じですか。ずっとずもうほんとずっとこの感じです。毎日空いてるっていうわけでもないし。あでもね、まあでも毎日空いてなかったな。その、まあ、店、まあ、今よりはまあ遅くまでやってて、お客さんもまあ朝まで飲む人も多かったから、はいはい、朝まで飲んで、そのまま朝から飲みに行って、朝から飲みに行って、まあ、昼ぐらいまで行って、で店に戻ってきて店で寝てみたいな。お客さんもろとも、お客さんもろとも、もろとも、ここに戻ってきて、ここから出勤してここにまた帰ってくるみたいなやつもいたし。それはめっちゃ多かったですね。なるほど。まあそれ結構今でもある。今でもたまに。今もあの潰れてるやつは置いていくスタイルなんで、僕が先帰るっていう。なるほど。で、まあ、X ブログが出たのが、はい、一応まあ、はい、8月23日のね、クヒオパニック。クヒオパニック。トラウマパーティーですよね。トラウマパーティー。クヒオパニックは、まあ、これは、ノリ君来てもらってるんでね、ノリ君にちょっと聞いてみたいな。はい、クヒオパニックは、レギュラーパーティーでやってたんですか？レギュラー、不定期？スピンナッツです。どうも。あ、スピンナッツこと、ノリ君です。すいません。全国の皆様、これがスピンナッツのノリ君。いや、レギュラーっていうほどやってはなかったけど、年に3回っていうとこで、はい、スピンナッツと、あと今モールミュージックっていうレコード屋やってる美月ってやつと2人でやり始めたパーティーですね。なんか2人ともクラブでね、当時からイベントオーガナイズしたりとか、うん、DJ もやってたんですけど、うん、多分この時代ってあんまりそのバー DJ とかあんまりなかったと思うんですけど、なんかここで打つ、うん、きっかけっていうか、あるんですか？きっかけは、ここやったらなんかこういうのやりたいなみたいなと。別に。ね、みっちゃんがやろうかみたいな感じ。ちょうど鶴の間っていうあの味噌野にあったクラブが閉店して、はい、移転しはって、はい、でやる場所がないのと、ちょうど翔ちゃんがあのパンク&デストロイじゃねえや、混沌からこう離脱してここでお店やらはるっていうタイミングで、ちょっとやろうかって美月と言い出してやり始めたパーティーって感じです。あ、なんかどういうアーティストを呼んでたとか、2人でやった時もあったって感じですか？いやいや、もう結構いっぱい出る感じで。あ、なるほど。出演者はめちゃくちゃ、ライブも混ぜたりとか。ライブも、オール太一もやってもらったし。あ、太一さんも、うん、載せてました、うん、どっかにあると思います。あとまあオリズモもがっつりやってもらったり、結構まあ DJ とライブと混ざってる感じではあったですね。なるほど、はい、なんか記憶に残る夜ありますか？記憶に残る記憶にないわみたいな、全部記憶しかない記憶しかない一番なんかひどかった話とか、まあでも今あんまり結構13人も見てるんでやめといた方がいいから、うん、デコレーション、まあ、デコレーションにオナちゃんが入ったんですけど、はい、遊びに来てた CMT が、はい、小松くん、もうほんまもうイエーイみたいになってもうなんか謎にこうデコをこう破壊しまくるで、こう一人それやりだしたらなんかなんとなく全員やりだしてで、こうみんなあーあーみたいになっててこれ絶対怒られるんちゃうかっつって案の定オナちゃんにめちゃくちゃ怒られるみたいなそれも次の日とかに怒られる。それは結構覚えてるっすね結構強烈ですね。オナさん怒ったら怖そうです、ね、めっちゃガチで怒られるみたいななんかデコを壊すみたいなのあったよね。なんか壊れて盛り上がるっていうのはちょっと風船を割るみたいなノリ。壊される側はたまったもんじゃないですか。そうですよね。しかも結構ちゃんとお金かかってるでこうやったりとかするから小野ちゃんはちゃんとやってくれたんですけど、まあ、でも壊される前提もあったとは。なるほど、うん、まあまあまあ名前からしてね、ちょっと危なそうなパーティーではあると思いますけれども、フライヤーが毎回最高やったんですよフライヤーは誰が作ってたんですか？フライヤーはうちの嫁が、はい、
あのサラサラって描いたやつをこう上げるみたいな感じで、あ、描いた絵描きさんだった絵描きではないんやけど、もうこう落書きみたいな感じで、はい、こうかしこまってるのの反対側のアートワークみたいなを毎回こうやるみたいな。なるほど。いやありがとうございます。いえいえ、そうでその後アトモスフェーレ的には、まあ、あの僕が適当にピックアップしてるのは、まあ、あのフード出店 の、 あの、まあ、告知が結構あって、はいはい、まあ、多分こういったその音楽活動以外に翔平くんもともと料理めっちゃ昔から作ってるんですか？そうですね、まあ、ずっと飲食店で働いてたってのがあって、その学生の時働いてたバーも、まあ、キッチンバーみたいな感じだったから。なるほど。まあ、そのバーも、まあ、厨房も両方入るみたいな。あー、フード出店で、やればめっちゃ広がりますよね。マジでジャンルわからん。そうそうそう。だそのライブのイベントにも呼んでもらったりしたし、そのパーティーにも呼んでもらってる、まあ、もう全然儲かんないですけど。なんかまあなんとなくこうあのただフードただフードっていうのはあれですけど、フード出してるだけやけど、その出演者の中に入れてもらってる感がなんとなく、ね、楽しくて、そういうところからもその DJ の人たちとかつながりがつながっていくできていくっていう感じですよね。で、まあアトモスフェーレ的に周年とかでよくやってる、はい、銘打ってるラインダユートピアの、はい、ここではボリューム2になってるんですけど、10月に、はいはい、多分まあ、1回目は X ブログに載ってないところでどっかでやってるかなっていう。ああ、そうですね、それはサオマイですわ。あ、うん、そうですね、サオマイ、サオマイ、まあ、ずっとまあその基本的にはサオマイでやってて、はいはい、サオマイは何か思い入れがあってとか、やりやすいスペースがやりやすいからとかで、まあ、だから一番最初そのボリューム1はなんか今はもうちょっと最近はこう店の周年的な感じにそのイベントになってるんですけど、はい、その東京の友達のバンドがこう大阪に来るから、まあ、そのツアー的な感じでちょっとやってほしいみたいな。昼間に大正の昔フリーピープルっていうライブハウスがあったんですけど、はい、そこにライブするから 夜中もちょっとなんかやらせてくれへんかっていうので、それがまあこの間も呼んでたドレッタイのバンドと、はい、エンジェルオーディットバンドと、ロービジョンのその3バンドが大阪に来て、それはまあそのもう店やる前からも友達やったのもあって、はいはい、でちょっともう一本ライブ組んでよって言ってもらったのがこのラインダユートピアの始まりなんですよ。ああ、なるほど。このラインダユートピアの始まりらへんは、はい、ほんまにその結構最初から他府県大阪以外に、うん、まあ、うん、京都は多分翔平くんもともと京都にいたから、うん、京都のバンドシーンは結構知ってたとかあると思うんですけど、まあ、そうですね。でもまあでもなんかやっぱりそのラインダユートピアでやったのはやっぱりまあそのフラワーオブライフとかそのカオスパークとか、はい、東京の、まあ、そのローライフとかそういう感じの影響は多分というか、まあ、そういう結構バンドと DJ が一緒にやるみたいな結構そういうの時期はあって、はいはい、で、まあ、それを自分もやりたいかなみたいなのもちょっとあったから、まあ、そういうのが大阪にあんまりなかったし、はいはい、まあ、ちょっとやってみようみたいな。なるほど。まあ、東京のバンドがちょっとその来るタイミングやから、うんうん、まあ、そいつらと一緒にやろうみたいな。2008年とか言ったらもうフラワーオブライフもほんまに年に1回とかしかやらん時期、もう、マカオの最後が2007年じゃあ2008年ぐらいだったかな。そっか。そうだから俺この店始まるちょっと前ぐらいにマカオのラストやったと思うから、アブラハムクロスとかもライブしてて、ね、なるほど。まあ、こういうバンドとかね、そのクラブミュージックとバンドが混ざるっていうのは、うん、そうそう、多分大阪でやったらフロアオブライフぐらいしかなかったところなんで、まあそのあたり今も来てるお客さんほとんど多分そうだと思うんですけど、フロアオブライフ経験者というか、そうそうそう、あそこで遊んでた人たちが、そうそうそう、まあ、本当にもうあそこのトラウマをまだ忘れないのよ、ママ。なるほどね。まあちょっとここから流していくというか、パーティーだけ紹介してみますけど、パズルボックスね。なんか思い出に残ってることあったら言ってください。いやもう全部残ってる。パズルボックスあれですよね。インベ君、まあ、波の花レコード、そうですね、インベ親方とそのインベ君の地元の先輩の熊君で、はい、DJ の人が2人で地元でやってたパーティーパズルボックス、その熊君がここでやってくれるみたいになって、もう新旧交えての、ニュートンスタッフ
ですね。かまちゃんも出てるんで。あ、そうか、かまちゃん。他誰出ちゃった？インベ君と、斎藤さんと、くまさんと、かまちゃん。あ、せや。そう、すごい、すごいね。その日、結構いろいろ思い出あるっすけど、あれですわ。あまり言えない。あれですわ。あれですわ。あれですわ。まあまあね、お察しください。まあ、その後、まあ、クヒオがまたあって、あ、これ、マインドゲームスは、安倍ちゃんの、パーティー、はい、フィードバッカー、安倍ちゃんのパーティー。安倍ちゃん昔、これだから2008年。これが2008年の11月22。その時安倍ちゃんにここを手伝ってもらってて。あ、そうなんですね。そうです。バーテンで、もうその時は結構、週4ぐらい入ってもらったりしたから。週4って、その時はもう結構空いてたんですね。なんか俺が、なんかうちの兄貴がちょっと別で飲食店やるみたいな感じなんで、はいはい、その時その兄貴の店も俺が手伝うみたいな感じで、まあ、立ち上げだけ手伝ってたから、まあ、それでちょっと店に誰か入ってもらえる人おらんかなみたいなんで、安倍ちゃんに、まあ、平日とか分けてもらってて、週末がその安倍ちゃんのパーティー、そのマインドゲームス。なるほど。で、ここにはマインドゲームさんでも結構僕チェックしてたらパーティーめっちゃやってますよ。結構ここでマインドゲームス結構やってるよね、阿部ちゃん。これでも2008年の11月って第1回になるんですか？覚えてない。誰が言ってたっけ。いや、セス君が出てるんですよ。まだ名義がちょっと違う。セドロのセドロ時代の杉尾君覚えてます？トゲとかで11月22日にマインドゲームスで阿部ちゃんのパーティーに、セドロで出てます。2008年。やばい、うん、このメンツすごいな。いや、他にも出てるんですけど、多分トゲくんが出てたら書いてるはずなんですよ、僕。そうです。誰か、まあ、誰が出てるかはよく分からない。まあ、だからオリズモも出てるやつもあったと思う。大体出てた。そうそう。トゲ君ってTOK ですよね。もうレストインピースなんですけど、はいはい、まあ、シーラビットの初代ギターでもあって、あ、でオリズムも昔一緒にやってて、あ、トゲ君めちゃめちゃおもろかったですもんね。僕は一回思い出があって、ヌーンに来て、まあ多分呼ばれてる時やと思うんですけど、ヌーンの壁になんかもうめっちゃ書いていって、で僕らはまあその時スタッフやったから、めっちゃ怒られたんですよね。で、終わってからずっともう2時間ぐらい消さされたみたいな。その場に俺おったわ。書いてる時におった。そうそう。俺はもちろん書いてないけど、大丈夫かと思ったけど。しかもめっちゃおもろい絵描いてましたからね。そうそうグラフィティではなかった。そうそう、グラフィティではない。ただの落書き。マジでただの落書き。いやいや、まあ、あの時はほんまに、ご迷惑をおかけしました。マジで怒られたけど、笑いながら消してましたね。いやいやいや、まあまあ、マインドゲームス、阿部ちゃんのパーティーで、その後、マイウォー。はい、まあ、要は、アッキー、はい、アッキー企画のはず、確か。そうなんですね。アッキー企画で、で、その SGR5、はい、SGR5、はい、大島茂ですよね。昨日ね、会心のオープントゥーラストヘッド。オープントゥーラストでこう、平日 の, 夜中2時から人がいっぱい来て、お前らも次の日仕事ちゃうんかみたいな。ね、茂君もうファンすごいですじゃないですか、もう、ね、昨日動員数100人ぐらいマジで行ってるんですよ。オープンラストで言ってみれば。すごい。まあ、でそのバイオーダーとは、あ、展示、まあ、これは個展とかも交えてっていう感じで一応僕が書いてるんですけど、はい、まあ、個展とか結構やってるんですか。そうだ、ここ の, そのコンセプトとしては一応、まあ、展示と、まあ、音楽とフードと酒みたいな感じの。あ、そうなんですね。でっていうので一応最初やったんですよ。はいはいはい。じゃあだから展示は何回か、まあ、やってる。結構大井戸少女の、はいはいはい、初個展もここでやってるし。あ、初個展なんや。そうそうそう。まあその展示も してるし、まあレセプションパーティーもやったりとかもしてるみたいな。なるほどね。その後はまあ展示会、まあ続いてで、あ、ここで2009年飛ぶな。あ、そう、展示のところが2009年で、で2009年の9月に、ブッシュマインドの、はい、レタートゥーサマーのリリースパーティー。あ、そうかそうか。ブッシュマインドはこの、はい、ここで初めてですか。
その、まあ、知り合ったのはまだその混沌まだ前の店で働いてる時で、そんなに長いんですね。そうそうそう、そのギルティーコネクター光栄ちゃんと、はい、まあ、あの今生駒、まあ、今も、まあ、ずっと生駒やけど生駒に住んでて、で彼が、まあ、大阪によく遊びに来てて、はいはい、でそのよく遊びに来てる時に彼はもともと出身は京都やけど、はい、東京に住んでて、はい、でその時東京の友達たちをいろいろ紹介してもらって、あ、そうなんですね。で、あの混沌って本当あのこのアトモセールよりさらにこの半分以下ぐらいの広さやけど、そこでもブッシュマインドを DJ してもらったことがあって、その時はあのこのコンパクト CD プレイヤー2台DJ ミキサー真ん中に挟んでるけど、あのもう CD プレイヤー2台とあの DJ ミキサーでDJ してもらうっていうすごい時代っすね。じゃあそこで、そうか、それでそうそう、それで、ここでもね、その多分これは、道尾しか、そうですね、そうね、みっちゃんさん、そうそう、出てなさい、そうそう、このその GC、GC がギルティーコネクターで、はい、その、道尾しかの企画というか、彼からの話でやる形になった。あ、そうなんですね。まあ、ブッシュマインドは、翔平君、もともと知り合いやけど、道尾君も、そうそうそう、やったっていう。そのセミニシケっていう DJ クルーがあって、はい、でその道尾しかも、そのギルティーコネクターは、そのスリープっていう DJ 名義があって、はいはい、でそのスリープもセミニシケで。まあそのこれは、まあ、これ考えたか、これが一発目のここのアトモセルのセミニシケナイト的な。ああ、なるほど。セミニシケとは別に、まあ、ブッシュマインドとかからっていうわけではなくて、これでっていう感じ。これ、いや、ね、その、東京によく、ただフラッと遊びに来た時期があって、いきなり遊びに行って、とりあえず無職のやつと遊んでもらうっていうことやってて、で、その時にいろいろ紹介してもらって、でそのまあ、セミニシケで、まあ、DMB っていう、はい、まあ、DMB、 まあ、DMB とかもみんないろいろなんとなくその辺からみんな何やってるかわからんかったけど、ああ DJ とかバンドとかやってんねやなみたいな。で、あー、なるほど。でその後2009年の11月にラインダユートピアがあって、はい、まあ、これ結構いかついんじゃないかなと思ったんで一応ね、メンツ入れてたんですけど、はい、まあ、オレオ君でこうやって、あ、そうそうそう、でまあ、バンド、そうそう、はい、SFP とか、ね、メデュラ、ストラグル、ホープライト、メデュラ、クロスブレッド、めっちゃいかついメンツですね、これ3枚2フロア使ってやる感じの、そうそうそう、2フロアで、これはまさにその、まあ、ライブ片方でやって、もう DJ はずっと DJ も DJ は DJ でやって、あ、そうね、景品大ちゃんも出てもらって、そうですね、2009年で、まあ、11月、あ、その前後かな、その多分前夜祭かが、オレオくん、ロッキープレゼンツのパーティーが。ホイップドクリームかな。あ、そう、多分そう。あ、ホイップドクリーム、ね。そうですね。まあ、これ前夜祭やったんですか？前夜祭。あ、ちゃうか、これ多分、あれかな、アップロードした日かな、もしかしたら。前夜祭ではないかもしれない。でも13日の金曜日にパーティーやってるから、可能性はあるだ。ああ、なるほど。もうちょっと記憶が、すみません、記憶がちょっと曖昧です。なるほどね。で、この後に、まあ、一応年末、2009の年の年末は、フラワーオブライフがあると、はいはい、まあ、これはちょっと特別企画っていう感じですよね、うん、もう別の場所でっていう感じですね。なるほど、まあ、2008年オープンからね、2009年まで、いやー、もうめちゃくちゃ面白い話いっぱい出てくるんじゃないですか、この後言われへんで、いや、言われ、ね、はい、言いかけてるところ、めっちゃありますけどね。オフラインでお願いします。オフラインでお願いします。ちょっと聞いてる人増えてきてるんで、ちょっとあんまり黙っといた方がいいかもしれない。まあ、じゃあここら辺でね、ちょっと音楽を行かせてもらいましょうか。じゃあ言ってもらっていいですか？じゃあお聞きいただいている皆さん、ありがとうございます。本日はアトモスフェーレ特集ということでね、来月移転します。移転後も東心斎橋にあって、まあカルチャースポットとしてね、今度は飲食ベースのお店として、生まれ変わります。まあここではね、数々のパーティーが打たれて、大阪独特の、まあ面白い、シーンが見れる場所ということでね、馴染み深い人も多いと思います。本日はたくさんのお客さんを迎えて、フリーフードも用意してね、やってるんで、近くにいる人はぜひ、現場まで来てもらえたらなと思います。大丈夫そうですか？それでは、ちょっと休憩を挟みまして、またカムバックしていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。you
Come on.
ただいま、音楽をセレクトしていただいているのは、DJ スピンナッツ、お聞きいただきましたのは、リカルド・ヴィラロボスの、スイポックス2012年リリースの曲ですね。ノリ君、この曲は、今日持ってきてもらったのは、この曲は俺とスピンナッツと、今モーリーミュージックやってるミツキってやつと2人でやってたパーティーで、僕は個人的によくかけ取った曲ですね。思い出の強い曲です。そんな感じの、はい、じゃあもう1曲お願いします。波の花のインビ君と僕とあと太郎って今映像を作ってるやつとあと初代のシーラブイットのギター弾いてたトゲちゃんと4人でやってたパーティーのノマドっていう平日にやるパーティーがあって、それでインベ君がアンセムとして掛け取った曲を掛けます。はい。よろしくお願いします。
setting, 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 pick me up, 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 pick me
阪ワイズ、本日は東心斎橋、アトマスフェーレからお送りしております、ただ今の曲は、あ、マット・ジョンね、マット・ジョンのサーチン、サーチンです、インベクラシックのサーチンね。ナミナハナレコード、インベさんも、到着いたしました。来ない来ないって言ってたのに、来て行かないよ行かないよって言ってた。声が小さいからそれを報告しに行けないととか言って、なんかこう言い訳みたいな、っていう言い訳で来たいくせにみたいな。まあまあ、引き続きね、じゃあ、2010年からちょっと行きましょうか、翔平君。2010年。あ、これまたマインドゲームスが出てくるんですね。はい、まあ、これもすごいメンツ呼んでますね。アルトさんも出てるし。2010年。2010年の。2010年の、あ、そうか、そうですね。アルツ。もしかして、あ、そうか、トゲ。トゲ君も出てる。これちょっとあの問題ある。あ、これ問題ある。これ、まあ、問題あるで読み上げずに。読み上げずに。出演者の読み上げ、まあ、問題ある出演者は読み上げないですね。まあまあまあ、ちょっとこれ、次行きましょう。はい、2010年のね、はい、2月6日、はい、まあ、セミニッシュ系。そうですね、セミニッシュ系で、六花線、千葉の。ここでやったやつですか、これ。そうそう、ここでやって。マジで？この時の、この時のここでも、なんか動画撮ってて、はいはい、この MV になってるんですよ、六花線の。あ、そうなんですね。そうそうそう、じゃあもう YouTube とかでも。あ、ちょっと待って、あ、ごめんなさい、これはサオマイでやったやつか。あ、これサオマイか。あ、ほんまや。ごめんなさい、ごめんなさい、違いました。あ、でも、六花線、あ、そうですね。はい、違いました。23時からはアトモスって書いてる。なんでやろう。まあ、なんかあったんでしょうね。なんかあったね。で、セカンドアニバーサリーがあって、はい、なんの果てなんかをもう全然覚えてないです。これ、ジン、2周年で、はい、この、まあ、こう店に来てる人たち、まあ、絵描きの人たちもいろいろいてるから、はい、その人たちにいろいろ頼んで、1人1ページで、そのジンを作ったんですよ。あ、まあ、2周年に合わせて、まあ、アトモセレと2周年というテーマで、はい、1人1ページ、はい、まあ、アートワークもらって、はははは、その、まあ、このイベントで配った、まあ、無料配布的な感じでした。何部限定とかですか。いや、そんな作ってない。まあ、そんな、まあまあ100も作ってないかな。見てみたいですね。どっかに誰かがあってます。ノイズくんで、ノイズくんにいろいろ手伝ってもらって。ああ、なるほど。ノイズくんは今東京ですね。ノイズ君もだいぶアトモスフェーレには。そうそう、一緒に住んでたんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう。大阪で、奈良からこっち出てきて、でいろいろ手伝ってもらったりしたんですね。なんかその初期の方のラインドユートピアとかは、はい、ノイズ君にフライヤー書いてもらってて、ノイズ、その後が、2010年、はい、サオマイ閉店、はい、閉店というかって話ですね、はい、ロシ君が、ロシ君が、サオマイ抜けるってなった時ね。ロシ君はでもアトモスフェーレとはかなりあれなんじゃないですか、サオマイ使うにあたって。そうそう、一番最初のサオマイ使う時はそのロシ君の前の人とやり取りしたんですよ。そうなんですね。でもいきなりその人が辞めるってなって、はい、それで、まあ、イベント自体は決まってるけどロシ君に引き継ぐみたいになって。あ、そうなんですね。その前がロシ君がまだストンプやった時代から、そうそうそう、あとサオマイには一応やってたっていう。そうそうそう。あ、そうなんですね。そうですね。このイベントが、シーラウィットの初ライブです、ね。あ、ほんまですね。書いてます。初ライブって書いてますね。ほんまですね。これが噂の、若手のトラックメーカー、トーフビーツとかは、ね、トーフビーツ、岡田だ、出てて。はい。これ、その、DJ 側の方は杉尾君、はい、トロシ君でブッキングしてて、でバンド側の方、ライブスペースの方は僕がブッキングしてるって感じですね。めっちゃおもろいメンツですよね、ね、これすごい。インベ、大島茂、DNT、道吉か、で、コバさん、で、杉尾君、はい、で、PA、ヨリ君。ヨリ君、ここに出てきましたね。ヨリ君、クラブ界隈で PA やりだしたのって結構この辺じゃないですか、多分ね。そうそうそう、そういえばそうね。ヨリ君、めっちゃキャリア長いのに、僕、全然、うん、ここ10年ぐらいでしか知らないんで。まあ、もちろんそのバンドの PA はずっとやってて、でパーティーにも、それは もちろん昔からいてる人やけど、そうですね、なんか、この辺からかなって感じですね、確かに。もうバンド界隈では昔から知ってる。昔から、クラブウォーターっていうライブハウスがあって、千日前に、はい、そこで、
まあまあ ほぼほぼメインの PA の人だったんですよ。ヨーリ君今日は来てくれるみたいなんですけど、まだ今日はあのカリフラワーで DJ やってみたいなんで、あ、そうなんや。DJ よりDJ よりそうそう、 DJ よりあとのまあそう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 、ガヤガヤのよりとしてなんか持っていくわ言うてたんですけど何あ、なじゃあ そういうことじゃないそういうこと何みたいな、ついよりくんといえばみたいな、いや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 これは言えませんレコードね、レコードね、レコードで持ってくれてシエントで、その後は J&A ここでもやったんですか。J&A やったっけ、あれ夢でもやっていやまあでも、ね、やったんじゃない、まあ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 やったみたいな話になってるやったかやってないかは親方めっちゃ入り口の方でいつでも帰れるみたいな準備してるけどいやいや次も絶対夢くんちょっとあのご登壇ご登壇願いたいとこです。まあ、その後、はい、まあこれツイッター開始みたいな2010年5月、そうですね5月、じゃあもうツイッターも始めてちょうど10年ぐらい、まあ多分10年9年ぐらいからツイッター多分始まったぐらいじゃないですかね多分。でその後ビッグ A リトル A、 あ、これも初めて出てきましたね。このビッグ A リトル A っていうのは、はい、あの今までこうみんなあのここでパーティーやってるのは全部人にやってもらったんですよ、あの、はいはい、自分でオーガナイズしたことがなくて、はい、でこの時はこの、まあ、なんか自分でオーガナイズするパーティーを一回やろうと思ってやりだしたのがこのビッグ A リトル A ですね、はい、ああなるほど、ここではなくてみたいな感じ。そうですそうです、あ、いや、まあ、ここでもやってたんですけど、あ、そう、このエーテルプラッツビルっていうのはあのサイモンチョンとかにあって、はい、あの別の展示のところ展示してるところの、まあ、オープニング会場で、はいはい、あの無理やりパーティーやらせてもらうそれ以降はそこにぶっ込んでなんかそれ以降見ないんですけどあの使わせてもらえなんかあったんですか。いやいやそんなことないですか、空きテナントで無理やりやらせてもらってみたいな。あ、なるほど、なんか問題起こして使えなくなったっていうわけで、まあまあ問題はいろいろありましたけどいつもそういつものいつもの問題はいつものことあと、まあ、あのこれはあともするじゃないですけど、はい、おかげで鍋パーティーとか、ああそうですねまあまあ、あとはカウントダウンが ACDC でフードはアトモスって、はいはい、まあ、ありましたね、ありましたね、 ACDC ね、 ね、使ってましたね、ACDC、これあの酸欠で死にそうなったやつですねあの発電機を確かあの木平さんとかのパーティーだったと思うんですけど、そうですね、そうですね、はい、カウントダウン発電機落ち込んでて、みんなあのみんななんかなんかほんま気分悪いみたいになってて結構やばかった時のパーティーですねこれ。なるほど、覚えてるわ。この時一時期なクラブ多分使えないっていう時ですよね。あ、ぐらいですね、多分。多分なんか不衛法でクラブがっていう時にみんなウェアハウスパーティーやってたっていう感じですね。はい、そうか、このちょっと一回飛ばしたけど、これそれこのラインデートピアでノブくん、ノブくん呼んでますね。あ、ほんま飛ばしてましたね。いや、いい、ノブくんね、あのパズルボックスクマ。あ、ほんま。2010年の11月6日に。ラインでユートピアで、はい、あ、でもしかもこれ山水じゃないですか。そうそうそう、まだコンパス前ですね。あ、ちょうどもうサオマイもあれやったしっていう感じですね、はい、まあ、シーラブイットも出てる、はい、そう、なるほど。2011年の、まあ、クヒオがあって、クヒオのこのスタート時間は何なんですかね。22時33分っていうなんで、なんで、なんかあったんすか。あ、言ってないクヒオ、クヒオ分からん、本人も分からんって言ってるんですけどなるほどね、まあ、あ、ここに太一さんが出てくるんですね、オール太一さん。あ、そうそうそう、うん、で、あ、フォンヘッドもね、あ、フォンヘッドも、フォンさんはここで初めて登場っすね。そうそうそう、僕が見た中では反響くん、反響さん、ね、ヤングアニマルとの出会いがあって、ヤングアニマル、ヤンさんの出会い、クヒオパニックはミックステープを募集しますって言って、はいはい、ネットでこう書いたんですよ、はいはい、じゃあヤングアニマルがミックステープを送ってきて、はい、でよかったから、はい、ちょっと読んでみようって言って、はいはい、出てもらったんがヤングアニマルとの出会いなんです。なんか何もメッセージなしで普通に送ってきたって、うん、あ、美月の友達で、はいはい、でなんか撮ってきたやつがすごい良かったんで、はいはい、読んだんですよ。あ、みっちゃんはもともと知ってたんですね。みつきはもうニュートンで働いてる時に俺お客さんでよく行ってたから。ヤンさん、ヤンさん、そう、ヤンさんは結構飛び込みなんですよ。結構飛び込みでゴリゴリ来るみたいな。そうそう、いいですね。だからでもクヒオパニックじゃなかった、ここにはまだ出てきてないですけど、もしかしたら俺が書き間違えたかもしれないけど、雪松くんはどこで出てくるんですか。雪松もクヒオパニックで
一応こうパブリックなところの、あのキャリアをスタートっていう風に書いてはくれてるんですよ。はいはいはい。なんか先日ね、あの雪松くんもツイッターで訂正してましたけど、ちょっとそこまで偉そうには言ってないっていう風な感じでは言われたんですけど、そっちの方が面白い。でもあの言葉は優しかったけど、すごい怖い顔で、あのレコードを持ってくるからちょっとやらせてくれみたいな感じで。俺は断られへんかったんですじゃあ持ってこいよ、ええ根性してるやんみたいな感じで。いや、殴り込み系 DJ 乱入系の、なんかそれ書いてくれてんのすごい嬉しいですよね。まあ、昔は結構ね、海外とかやったら結構あったみたいで、なんか引きずり下ろして、DJ やるとかあったみたいですよ、その時でも多分一番いい DJ したような気がマジで俺の記憶やから適当やけど乱入してきたのめっちゃすごいみたいな、がっつりなんか、なんかブルーハーツとリカルド・ヴィラ・ロボスのミックスじゃないや、やばいな。あ、違うわ、今和の清志郎とリカルド・ヴィラ・ロボスのマッシュアップみたいなことをライブでミックスするみたいな、あの裸でやってる感じ裸で、ね、当時から健在だったんですね、うん。その後ヌオーでラインダユートピアを、はい、そうですね。これそのロシ君が、3枚離れた後にやりだしたのがヌオーで、はい、そのままヌオーできて半年とくぐらいでやったパーティーですね。ははは、なるほど。でその次がマイクロコズミック、イオダヌキとサンシャインマンジュボリューム3。ボリューム1もここボリューム1もボリューム1もあったっすね。これもうこれ結構すごい謎のパーティーやな、パーティーで。ちょっとあの主催の人を忘れてしまったんですけど。でも友達やった、友達が知り合いだ。そうそう、なんかまあそのなんか友達の友達みたいな感じなんですけど。ああ、なるほど。そうそう、ほんまいろんなパーティーやってますね。まあなんかあの受け皿広すぎて、ほんまねえ、初めて DJ 威力とかも初めてここで DJ、 多分威力そのグログル抜けてると思うんですけど、その曲がり角にてっていうイベントやって、あったかもしれない。それが多分2009年2010年ぐらいやと思うんですけど、はい、それで、まあ、歌謡曲的な感じ のイベントとかで、はいはい、まあ、それあと、まあ、あとまあスカムな感じの、はいはい、で威力にも DJ やってよって、威力、まあ、まだ威力っていう名前になるまで、まあ、まだ井村ルミとして認識されてる時、いや、まあ、本名ではないか、 DJ の名前がなくて、まだ、まあ、前はあったらしいんやけど、はいはい、でここでやるのでこうフライヤー作るけど、名義どうするみたいなの言ったら、あの伏せ の、はい、あの居酒屋の看板とともにこれでお願いしますって書いてあるのが威力って伏せにあの威力って居酒屋があるんですけど、あ、そうなんやそれであの DJ 威力の元ネタはそこです。伏せの伏せの伏せの威力、今もあるか分かんないですけどいやー、まあ威力あ あるらしいですよ。あるらしいです威力であり、ググってみよう今度。そうそうそう威力とか雪松くんとか ね、もうすごい、そのこの間、年末は年明けか、あ、違う、2週間ほど前にこの阿部ちゃんがそのマインドゲームスからしばらく空いたリマインドゲームスっていうのを、はい、去年一昨年ぐらいからやってて、はい、このリマインドゲームスでもう今威力雪松も出てもらって、はい、まあ、一応、まあ、オフィシャルでこう DJ をやりだしたのはここがこう最初でって、その、まあ、その2人が始めたとこでやってもらうみたいな感じ。はははは、なるほどね。ここで、2011年の3月5日、マイクロコズミックのところまで行きましたんで、はい、とりあえず1回ちょっと休憩を挟みたいと思います。はい、アッキーさん、あれ、阿部ちゃん、阿部ちゃん行ってもらっていいですか。アッキーさん行きます？大阪ワイズ、本日は、東心斎橋アトモスフェーレからお送りしています。お聞きいただいている皆様ありがとうございます。よかったらね、チャット、まあ、アカウント作って、チャットに参加してもらえれば、何か、聞きたいこととかね、まあ、ツッコミあるところあればチャットルームで、僕ら見てますんで、チェックしてもらえればと思います。
まあ移転ということでね、翔平君ちょっと一個聞いていいですか。はい、次のね、はい、お店、まあまあはい、あんま考えてないと思うんですけど、そうですまあまあまあそうですけど、ね、まあはい、なんかその来、今までこうイベントスペース的なこともあったんですけど、はいはいはい、これが飲食店ベースな感じになるじゃないですか、うん、そうですね。そうしたらだいぶ活動の幅広がるんじゃないですか。動き、そうです、自分自身の音楽活動も結構いろいろその、まあ、この移転によってできるなっていうのもあって、その、まあ、大体やっぱりこう、まあまあ、この 2,3 年はまあ、月に3本、まあ、月1本2本ぐらいしかパーティー入ってなかったけど、やっぱりこう、まあ、週末結構夜も時間使う、まあまあ、自分の活動には避けないことが多かったんですけど、はいはい、まあ、結構それも自由にできるかなっていうのはあるんですよね。今のお店は結構多分長いことどうしようかなとか移転とか考えてたと思うんですけど、はい、大変でしたこのお店は。いやもうなんかマジで気づいたら12年みたいな怒涛のみたいなずっとこの同じようなペースやから、本当浦島太郎状態で本当年だけ取ってしまってるみたいなでもいきなり過激な日々が戻ってね、このね、緩い時は緩いけどやばい時ほんまにやばいみたいなみんな、まあ遊び方はずっと一緒なんですけど、まあ、それは等しく年は取っていってるんですけど、はい、でも、まあ、なんか年取ってもそれなりにこう遊び方は変わらず楽しくみんなここで遊んでもらってるのはすごいありがたいなと思いながら、はあはあ、いやこれからの、ね、アトモスフェーデンも楽しみに、はい、まあ、僕は個人的にはほんまに翔平君 の、 料理が食べれるのが、そうです、ね、ここやとキッチンがない、そうですね、新しいとこではまあその厨房できてでもまあなんせルーズなんで作れるけど作らんかもしれないみたいな、そうそうそういやちょっともうめんどくさいしええわっていう、まあそこまでにはならんとこうと思うけど、まあ、そんなテンションではやる感じですね。まあ、スタッフも別にスペース的に誰か雇わなあかんぐらいのスペースでもないです、ね、もうカウンターの中はこの今のアトモスと変わらんぐらいなんで、なるほどなるほどね、まあ、大阪にね、いる方はぜひ、まあ、もちろん行かれると思いますけれども、他府県からもし聞いていただいている方いたら、アトモスフェーレ東心斎橋に、新店としてね、ありますんで、またよろしくお願いします。アッキーさん大丈夫ですか。いけそう、大丈夫ですか。じゃあ、行ってもらいましょう。DJ アッキーです。よろしくお願いします。Everybody's having a good time.
Life's an illusion, love is the dream. Life's the illusion, love is the dream. Life's the illusion, love is the dream. Everybody's happy artist. Everybody's happy artist. Bet you're tired of being upset. Always want something you never forget. Life's an illusion, love's not a dream. Now I know just what it is. DJ アッキー、曲紹介お願いします。はい、バズコックスのエビバディーザハッピーナウアーデイズと、あともう一曲は、あのハーモニーインマイヘッドですね。これはアトモスフェーレでよくかけてたんですか？どうなんかあります、エピソード？あ、そうそうそう、翔平くんがですね、大変バズコックス好きで、あのお店でもよくかけてたんですよ。でそれでなんか俺の中でアトモスフェールといえば何だろうかって考えた時に、こうパ
パッて思い浮かんだのはやっぱりバズコックスと、そして山崎箱やったんですよね。なるほど、はい。もうインベさんとね、あの翔ちゃんとアーキーさんぶち上がりみたいなこれはパンクバンド、そうそうそう、70年代ってさっき言ってましたけど、翔平くんこれ思い入れあるんですか、この曲。思い出、まああの、まあ、セブンティーンスパンクは割と、まあ、割とものすごい詳しいわけじゃないですけど好きなんですけど、このバズコックスって、まあ、すごい本当有名なバンドで、これそういうこの世代のバンドでは、で結構まあキャッチーかつこうスピーディーなで好きですね。それでは、次の、セレクターに、お願いしたいと思います。セレクター、今日は、でもあれですね、あの紹介の前に、あ、紹介先しといた方がいいか阿部ちゃんことフィードバッカー、あ、ちょっと待って、あ、どうもフィードバッカーです今日は、ライブですか。いや、持ってきた曲かけるだけです。はい、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。Rider, I walk. Don't know. Fire. Benga. For the girl them. Girl them have to get it, but you got it. No stress, 'cause you're blessed. Everything organic. You no get panic, never that far from it. 'Cause the way your body good, everybody left astonished. Girl, them have to get it, but you got it. No stress, 'cause you're blessed. Everything organic. You no get panic, never that far from it. 'Cause the way your body good, everybody left astonished. Me love how you take it and you talk it. Wine and go down, then you pop it and you lock it. Move like electric, you no stay static. Me go charge up your body when me ready now you suck it. She say she love how me attack it. Tight and good, pussy lickle like the pocket. And the sleeve of me jacket, she believe say I'm magic. She see them panties sitting tight longer than I mash it. Girl, them have to get it, but you got it. No stress, 'cause you're blessed. Everything organic. You no get panic, never that far from it. 'Cause the way your body good, everybody left astonished. Girl, them have to get it, but you got it. No stress, 'cause you're blessed. Everything organic. You no get panic, never that far from it. 'Cause the way your body good, everybody left astonished. Whoa, your body block traffic when you walk on the road. Every man want chop it. Make them go and chat it, 'cause that ain't your habit. 'Cause you are the goody goody and them boy they can't hack it. Boy, you are the hot topic. Hit you want it, but you delete and block it. Repeat and ban it, make the haters vanish. 'Cause you're hot like fire and I live life lavish. Girl, them have to get it, but you got it. No stress, 'cause you're blessed. Everything organic. You no get panic, never that far from it. 'Cause the way your body good, everybody left astonished. Girl, them have to get it, but you got it. No stress, 'cause you're blessed. Everything organic. You no get panic, never that far from it. 'Cause the way your body good, everybody left astonished. And again, no stress, no panic. The way your body good, you're blessed. Dedicated to all the good body girls. Ride a back for them kids. Yeah. Bingo. Look, bad people running, I don't care what it is.
Zero. Weaker than the London City Warlord. Bullet in a them. In a them. Bullet in a them. Go on to them boy. Fuck them. Look. Spare people credit, I don't care, I'm on evil settings. You better know I don't deal with cretins. Come to my ends, the speed is revving. Me is stepping, I leave a man fretting. Man say I won't ever leave my weapon. Anything less I will dead him. That's your bed and you made it. So until this bit of rough start getting. No check, I ain't grass start ticking. Kick boy in and then face that second. May have an old thing, when you can't be promising. Then put your shit like calm and learn their lesson. Don't be a set of class and lick him and take him. Run off him out and try get that way, scot free. Nah, rude boy, me not gonna let him. Me not gonna let him. Alright then, them boy. Me not like them. Them boy, you're not my friend. Draw to the dog and bite them. Pussy! Alright then. Them boy, me not like them. Them boy, you're not my friend. Draw to the dog and bite them. No! Bare people smiling. Turn man in your back to put a knife in. That's why I never jam without my thing. On the wall, see the blood clot writing. Me and him, little spears, now we ain't fighting. Man, shit, shit about putting in work. Not rude, but you better not put my life in. I put my all in it. If I couldn't look at him, he would be the cause of it. Gunpowder, young still snorting it. In your blood clot chest, I will walk in it. Shut your mouth, rude boy, put a fork in it. Cause you're talking it. But you see the bad man thing, you ain't walking it. I can tell by your face that you're forcing it. Any mission you was on, you just supporting it. Little stitch, in fool, I'm reporting it. Alright then. Them boy, me not like them. Them boy, you're not my friend. Draw to the dog and bite them. Pussy! Alright then. Them boy, me not like them. Them boy, you're not my friend. Draw to the dog and bite them. No! You see me style, make white blood run like juvenile. Bad from me born and when me a little child. All to the time when me a turn juvenile. Man evil sergeant, now see me smile. Me not skit it again. And if I want me, we'll draw for the eat again. 45 to far from the eat again. Blood a run like black cap eat again. Bare people trying to bread. Bomb was on point, I ain't trying to dead. I'm a one man army, I'm a own boss free boy. I don't care what time it says. I got a big 4-5, lay a guy to rest. I'm a one away killer, I ain't like the rest. I put a bullet in your head like some time to stress. We're wicked man, we don't get no time to rest. Alright then. Them boy, me not like them. Them boy, you're not my friend. Draw to the dog and bite them. Pussy! Alright then. Them boy, me not like them. Them boy, you're not my friend. Draw to the dog and bite them. No! ありがとうございます。大阪ワイズ、本日は東心斎橋アトモスフェーレからお送りしてます移転特集、フィードバックありがとうございます。 ありがとうございました。曲の紹介してもらっていいですか。曲の紹介、あの1曲目、あのサム・ビンカっていうイギリスのプロデューサーの曲ですね。で2曲目があのリコダンっていう方の曲だったんですけど、えそうですね、イギリス確かまああの別に今回あのあれですね、古くからのアトモスのあれには特にゆかりはないんですけど最近の、 あの BGM みたいな感じで。なるほど、ありがとうございます。阿部ちゃんはアトモスでバーも入ってたと思うんですけど、なんかここ以外にもなんていうんだろう、音楽 の、 そのライブハウスとかとこでバーやってるとかあったんですか。いやーバーは特にやってなかったんですけどもね、ここでまあ昔からな
ちょいちょい入らせてもらってましたね。はい、なんか特別な思い出というか、なんかありますか？まあ大体がもうあれですね、ちょっとお蔵入りの感じでピーっていう感じで、はい、そうですね。今11人まだまあ聞いてるんで、あんまりそのピー系は喋れないです後であの編集することはできるんですけど、生で聞いてる方がいるんで、一回ちょっとみんなあのオフラインにしてもらえれば、これこれ曲流してる間に結構あのひどい話してるんで、まあ、あの現場に来てもらったらこれは結構楽しいと思います。まだあの終電までやってる、あと1時間ぐらいあるんで、そうですね、あの話なんなみたいな、まあ来てもらったらあの聞けますのでまあまあそれもね、あの一部としてアーカイブさせてもらいたいかなと思いますまあまあ、引き続き、やらせていただきます。まあ、あともそれでね、2011年まで行きました、翔平君。はい。その後、まあ、いろいろパーティーがあって、ちょっとまあ、端折っていきましょうか。はい。あ、2x4 が、コンピューであるっす。その時はアトモスですね。あ、そうそうそう。もうその、これ結構、多分一番最初ぐらいの 2x4 かな。あ、多分そうやと思いますね。そうそうそう。まあ、そのまあ、もう 2x4、ほぼ何回か抜けてるけど、まあ、最初からこうフードで、まあ、島インド、大島しげるが DJ で、俺がフードっていうのをずっとやらせてもらったんですね。大島しげる君と、ブッシュマインドさんのこのコネクションはどこからなんですか？アトモスじゃないですか？多分アトモスやと思うっすね。このまあちょっと前のパーティーとかで、はい、このその前にヌオでやったパーティーで、はい、この大島しげるのダウメガスのベイルートを呼んでて、はい、まあそこがきっかけってわけじゃないと思うけど、はい、まあ、その時もブッシュマインでも呼んでて、はい、でそこから、まあ、2人とも同い年で、はい、で、まあ、その当時すげえ覚えてるのが、そのまあブッシュマインドの DJ を見て、いやもうミックスがすげえみたいな、はい、あの大島茂氏が大島茂氏も確かに超もすさまじいですけどね、そのミックスのね精密さやけど、まあ、2人ともそういうところには共感したんかなと思って、まあ 2x4 も1回ね千秋楽を迎えましたけども、ね、またまたやってくれるかなと思いますけどね、まあ、すごかったですね最後とかもね、歩けないみたいな何やったら扉開けないみたいな感じその後まあ7月30日にロジックチャンバーまあ、そうそう、これ、PK、この DJPK っていうやつも、セミニシ系の、あ、そうなんですね、横浜のやつかな、今、フランス住んでるんですけど、そう、社会一、アノード、グラフィスのアノード、アノード、懐かしい、ね、今は名前、本名になってる、いやいや、本名になってる、今、で、ジェシー、いやいや、名前が。グラビティゼロの名義、はい、2012年、3月3日、キングコブラ、あ、そうですね、これは、これはまた周年、これね、この時とかもあの周年と関係なく、まあ、年2、3回、まあ、自分の名義の、自分がやる個人のライブ企画、パーティーとかが、はい、このエンドエトピアっていうのをやってて。で、これは結構バンドばっかりかな。あ、でも、まあ、DJ も威力。ダビーボン、道吉か。ボンちゃん入ってるっていうね。そうそうこのね、プレパレーションセットっていうバンドと、ゼノサイドってバンドが来るってなって、はい、で、こんなケアルって、まあ、ケアルも言ってるんですけど、この3バンドが来るっていうので、まあ、一緒にやった感じだね。まあ、ソルマニア、ディルティーコネクター、はいはい、フロシャス X、マスタービス、などなど。C ラビットも出てますね。すごいメンツ。こう考えると C ラビット結構ライブしてるな。そうですね。まあ LINE でユートピアでは間違いなく、はい、そうですね、もう結成してからはずっとやってる。まあ、自分の企画やったら自分、まあ、一応自分のバンドも出とこうこう。なるほど。その後11月にあって、まあ、UC イーストがここで出てくるんですけど、はい、ペイントが、はい、これは多分11月11日なんで、はい、LINE でユートピアかな。これもね、多分そのキンコブラでやったイベントかな。で、そうだ、UC イーストにライブペイントで参加してもらって、イクミは今日はね、なんか無理やわっつってなんか断りのメールだけ来たんですけど、まあ、そうですね、ここでライブペイント、はい、ライブペイントっていうか、壁を、あ、そうです、これはそのキンコブラってとこで、あの店にも置いてるんですけど、コンパネにライブペイントで書いてもらったやつですね、はいはい、彼女はいつからここに来てるんですか？
結構、いやもうそれもそれこそ10年前ぐらいで、その時はねものすごいおとなしかったんですよ。そうなんですか。もうずっとあのこう黒木町というかあのこうキャンパスキャバ嬢はあの、まあ、ずっとそれ持ってあのカウンターの端っこでこうずっと絵を描いて、まあ、酒は酒物マント、まあ、まだ19歳やったんでその時ここに来た時は19歳やったんや。19歳、まあ、コーラだけ頼んで。でももうすでに僕多分この時期ぐらいにヌーンで会った時もう多分2012年やったら翔平君もヌーンでやってるんで一緒に、めっちゃうるさかったイメージありますけど、ね、多分この時にはもう、もうまあ、あのもう出来上がる、この時期は、この時期はもういったらん回全員やぐらいの感じ全員ぐらい本性を表したみたいな。いったらん回がいつからか分かるんですけどなるほど。まあ UC イーストはね今日は来てないですけど、アトモスにはもう欠かせないという、ね、壁をずっと壁画もずっと書いてもらってて、ね、あの最後の更新をさせていただきましている今は、2013年の2月21日、KHBN 更新、はい、KHBL これまあ、まあ、これまあこれ、まあ、KHBN ってパーティー、まあ、これはもうちょっとまあ略称なんですけど、まあ 言わないですけど、言わないですか。言わないまああのこれはあの今あの、ま、あの豆ってやつが言ってんですけど、はい、で今もカウンターに書いてもらってる、まあ、クロノセーダーっていう DJ、はい、まあ、DJ に入ってますけど、今日バーに入ってます、で彼もその、まあ、彼はあのもうあだ名が豆って言うんですけど、はいはい、まあ、元々オリジナル豆ですね。オリジナル豆僕の昔からの、まあまあ、もう、まあ、20代前半からの知り合いの豆が広瀬って言うんですけど、まあ、広瀬のパーティー、でまあそうですね、で KHBN でそう、まあ、彼が DJ、彼がオーガナイズして、この時泉清さんとかライブやってもらったんじゃないかな。確かあちょっとメンツ書いてないから分からないですけど、もしかしたらそうかもしれないですね。確かそうですね。はあはあ、でその後にこうあの女子モスフェーレ、女子モスフェーレ、これがあの踏み城はいはいはい、踏み城例えば今だけの例えばですと、はい、あの踏みちゃんが、はい、まあ、月曜日ここ、まあ、日月休み定休にしてて、はい、月曜日にこう店をやりたいと、はい、その踏みちゃんもともと大正はペロリって店もやってて、はいはい、でまあそれも店も辞めて、でまあで、まあ、ここでちょっとなんかここでもなんかやらしてよみたいなって月曜日をそのふみちゃんにやってもらったんですよね、はいはい、でこの当時そのふみちゃんが卵っていうこのデコチームを、はい、まあ、女子ばっかりでやってて、でその人たちが、まあ、もう3人ぐらいこうあのカウンターの中に入ってて、もうちょっとガールズバー的な感じで1日って、まあ、週1、そうそうそう、週1で、そう週1、月曜日だけやたらと人が来てる時あったっす、ね、女子目当てというかなるほど。その後、はい、まあ、あのこれさっき言ってたやつですね、そうですね、これ曲がり角、そうそう、これ曲がり角2手が多分ねこれ2回目ぐらいだと思うんですけど、まあこれはだからまあ数回目かな、はいはい、でやった、まあ、ダンスミュージックじゃないようななるほど。イベントですね。まあ、ここに宮古コンビが出てるんで、なんか、まあ、あの、はい、今はここにはいない、先ほど出た、ウォールミュージックの。ウォールミュージック付きと、あと、まあ、島田のポイント。なるほど。で、空と5周年で、何インチって書いてるんですけど。はい、これは、5周年の、5周年の企画どっかで、まあ、多分、サオマエやと思うんですけど、その、アフターで打ち上げ宴会編をやろうってなって、はいはい、で何一円、はい、生の焼肉が上がるんですけど、はい、まあ、そこも友達でそこで宴会をただただ宴会だけをやるっていうのがやったのが、はい、じゃあこの5周年の時ですね。それはまあ一応パーティーを多分 LINE でユートピアもその後にやったとか、その前かな、あ前にやって、1週間前ぐらいで、はいはい、で打ち上げだけ宴会でだけやる、このパーティーはこのパーティーでひどくて、まあ、日曜日の夜8時から集まって解散が火曜日の朝8時ぐらい、何一円で何一円で、マジで2階の2階の座敷貸し切ってで月曜日が何一円も定休日見せちゃうしみたいな、焼き肉やし普通のそうそう、8時から日曜日の夜8時から11時までで終わって、でその場でそのまま二次会に突入、みんな酒買ってきて、まあ、合宿場的な感じですね。合宿場何の場所になってんねん、もう本当ここでも好き勝手やらしまいましたねこの時は多分ね一発目やからブース持ち込んでて、あのタンテとかタンテ、もうそれこそダメボンちゃんとかにも DJ してもらって、え何1円で、何1円でそうそうそうブース持ち込んで、ブース持ち込んですごいことしてますねこの時もまあ言えないことばっかりですねいやその後何があったかとか、そうそうそう、まあ、ご想像にお任せします、はいはい
まあそうですね。でここで X ブログはまあ終わるわけですわ、はい、でまあタンブラーになってね、今もう更新されてると思うんですけど、はい、まあタンブラーになってからのやつはもうちょっと置いときましょうか。そうですね。まああと、多分ねこの辺からはこの2013年のその末からもちょっと多分もうブログというかもうツイッターをメインでやってたから、はいはい、それもリアルタイム更新みたいな感じなんで、そんなにこうそのまあなんとなくアーカイブとして残さずにやっていく感じやったなと思って、はいはい、まあ普段からやってる人たちがそれぞれ、そうそうそう、なんかまあブログの感じは自分的にはまあブログ向いてないなと思ってまあね、でも瞬間的に書けるような SNS の方が楽やなっていうのがあったんで、まあ、ツイッターで移行して一応タンブラーも作ってる感じだったね。なるほどね。まあ、今ちょっと最後にカレンダーが出てきてるんですけど、はいはい、これまあ多分イノセンスとか、はいはい、マゼンタとかは僕結構名前は知ってて、はいはい、来たことはないんですけど、はい、まあもちろん出演者はみんな知ってるんですけど、そうそうイノセンスはね本当ここで唯一ものすごく長く続いたレギュラーパーティーで定期的、ほんまに定期的にやってた、ね、毎月やったんですよ。毎月か。これでも京都の人たちじゃないですか。そうそうそう、DJ マルタと舘野智之の2人でずっとレギュラーで、で、まあ、フリーパーティーでゲストを呼んでっていうのがあったんですね。これはなんか噂に聞いたんですけど、バンドやってたんですね、マルタ君が。そうです、そのナーダっていうハードカーなバンドやってて、このシーラブイットの初ライブでも一緒にやってたバンドなんですけど、そこのボーカルとベースが、まあ、彼らはもうバンドはもうやめてて、で DJ に行って、まあ、その感じではもう我々も結構同じような感じではあるから。なるほど。バンドを通過しての DJ の人たちっていう感じですね。まあこれよくフライヤーほんまに見たんで、はい、全然。でこのマゼンタは真下千尋ちゃん夫婦、まあこの時はまだ結婚しないですけど。あ、そうなんですか。の、まあ、オーガナイズパーティーで、この時は、モーリー君も出てるしね、はい、そうですね。この時はタゴマゴ、タゴマクロージング、はい、高崎賞のモーリー君、あやちゃん夫妻に DJ してもらって感じですね。ははは。そうですね、毛利君とかも結構 DJ 昔やってましたもんね。あやちゃんとかめっちゃやってましたよね。そうそう、この1月にもその毛利君は DJ やってもらって、あ、そうなんですね。あやちゃんはもうあれですもんね、カオスとかも出てたから。あは、そうですね、もうバリ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 やってたっていう、ね、そうそうミスパーフェクトと呼んでます、ね、もう全然見ないんで久しぶりに会いたいですけど、タコマは行ったらいますかね。いてる。はは、なるほど。まあという感じでね、X ブログね、アトモスウェイで残ってるんでね、これほったらかしてたら、ブログ、古いブログ、もしかしたら、見れなくなるから、もし興味ある人は一回見てみた方がいいと。フロアオブライフのブログとかも、一瞬ちょっと前まで見れてたけど、見えなくなったりとかしたんで、昔のやつ結構掘ったらおもろいっていうのがあります。まあそんな感じでね、やってます。いよいよ後半終盤っていうか、もう完全に終盤に差し掛かってますけれども、続きまして、じゃあちょっと休憩挟んで、もうちょっとだけトークして終わりに向かいたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。
大阪ワイズ東心斎橋アトモスフェーレからお送りしております。ただいま、音楽をセレクトしていただいたのは、DJ セス、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。曲紹介お願いしてよろしいですか。1曲目がシーラブイットの一番初めのギターのトゲ君のソロ音源、2曲目がダイングレースっていうバンドの曲、3曲目がセコンドトゥーノーンっていうバンドの曲です。何かこの曲に今日持ってきた、でも翔平君と僕の結構共通点というか思い出の曲というか、これで盛り上がって仲良くなったみたいなところも多分あったんで。なるほど、うん、杉尾君、あのアトモスフェーレに遊びに来たきっかけとかあるんですか。どっかで多分パウワウで、はい、翔平君見かけてうっすぐらいの感じで、はい、怖かったからあんまり近寄ってなかったんですけど なんかその前からまあ見たことあるなぐらいの、そうはいはいはいそれでこうちょっとオープンしてちょっと経ってから来てハードコアの話した時に今かけた曲とかが共通点やって、はい、でバンドやりますみたいなノリになった、なってシラブイット始まったみたいなところがあるっすね。それ以前にまあ共演オリズモ出たとか、うん、そうそう、デプスにオリズモでトゲ君と二人体制出てもらったりとか、その時は本当にまだ顔見知りの時、うん、そう、やっぱ先輩やしなかなかこう共通の会話もノイズとかもあんま詳しくないし、その時めっちゃ髪長かったしね。長かった。めっちゃ怖かった。トゲ君と翔平君はやっぱちょっと怖かった。怖かった。俺はあのドレッドやったんで、あの後ろだけ一本ドレッドやって。そう。トゲってやつはもう死んじゃったんですけど、あのまあ高校の時からの同級生で。そうですね。まあずっと昔から一緒にバンド音楽やってて。そうっす。なるほど。なんでその3曲をかけたいなと思いました。はい、なんかあの。いやいやまあでも本当になんかあれっすわ、ルーツって感じっすね。もう高校生の時から好きなバンドの曲なんで、はい、でまあ一回俺もハードコアやめてた時期があって、翔平君と会ってからまたこういうの聞き出したから、まあなんか思い出深いバンドっすね。なんか今かけたのそうですね。太一君とかともまあそういうパーティーやってて、うん、その杉尾君がまあデブス抜けるタイミングぐらいがちょうどその多分もう杉尾君的に、まあ僕が勝手に客観的に見てなんかそのやりたいことを見つけたみたいな感じ、まあ居場所っていうかほんまになんかまとえてる自分のなんかフィットするところ、一番こう独立した感、まあなんかデブスはデブスで楽しいけどなんかもうちょっと緩く自分の興味の赴くままにやりましょうみたいなモードになった時が多分それぐらいかな。そうですね。うん、だからそれでフェードインフェードアウトぐらいでバンド始めたのもあると思う多分、はいはいはい、25ぐらいやったから。なるほど。そう、うん、そんな立つっすよめちゃめちゃおっさんになりましたけど、なんか多分あんまりこういうの聞かないんですけど、杉尾君はアトモスフェーレに何か思い入れありますか。はい、思い入れでも本当に20、まあ、シスコを辞めた時ぐらい、えん、いつぐらいから来たのかな。杉尾君本当は、まあ、お酒飲まないじゃないですか。そうなんですよ。この、まあ、ここ本当にもう本当ハードコアな酒飲みばっかりとかで、もうろくでもないやつばっかりとかで本当、まあ、その今シーラブイットでもそうやけど、まあ、唯一、まあ、飲まないのは杉尾君だけで本当だからよくそのついてきてくれてるなっていうか、まあ、その言い方はちょっとね、いや全然上ぐらいですけど、ほんまにこんな普通で考えたら絶対こんなシラフでこんなやつら付き合ってんの無理やろみたいな感じのができるのすげえなと思って各方面で言われるんですよねお酒飲まないのにあんな人たちとよく入れるねみたいな、いやそんな気にしたことないっすよっていつも答えてるんですけど、いやマジで本当にもう酒があったらいいぐらいな感じのノリなんで、そうもう恐ろしいですね。まあこの場所でそうですね。いやまあ酒飲まない人が一番やばいっていう話が昔ありましたからね失礼なこと言うな。いやいやいやでもまあアトモスがなかったらシーラブイットもやってないし、例えばなんかしげる君とかよりくんとか昔から知ってる先輩たちとこう仲良くなることもなかったから、
まあ本当にサロン的な感じで、うんうん、俺的にはその東京の友達とかともいっぱい DJ ここでした、うん、できたからめちゃくちゃ20代と30代半ばぐらいの10年間ぐらいはすごい大事な場所でしたね、はい、なくならないですけど別にそうですね、まあ、なくならないですけど、まあ、この畳屋町会館であのやってたアトモスフェーレっていうのはほんまこう会場のなんていうんやろそのスペース的に実験的なことができる、うん、いや結構、まあ後から P 入れても別にいい話なんですけど俺が来た頃はもう中から鍵が閉まってたから爆音鳴ってんのに中から鍵が閉まっててで電話して翔平くんが電話出てくれて店の電話にでめっちゃなんかもしもしみたいなあ杉尾ですみたいな開けてもらっていいっすかみたいな感じでガチャって開くみたいなでね中真っ暗でフラッシュライトがもうバカバカたかれててそんなでなんかもうサイケが爆音で流れてるみたいなジェシーっていう最高の DJ がいるんですけどいやなんか聞いたことあるけどなその閉鎖的なサロンやなっていう非常に危ないところに足踏み入れてしまったみたいなまあ実際はそんなことなかったけどそのハードルは高かったかもねいきなりその普通のクラブからやったから確かにねまあ強烈な場所ですよね僕は普段遊びに来てる場所とはまた違うシーンだからそうやねあの外から見てもなんですかね、まあまあ、ダンスミュージックのパーティーもやってるし、まあうん、でもなんかその根本的にハードコアパンクがあるっていうのはあると思うけどねそうですね DJ の人らもそうやけどその音楽というか、まあまあ、考え方というか自分らでやりたいことをやるとか、まあ、新しいことを始めるにしてもそうだなアイデアをやりやすい空間やとは思 う, そう、ね、なんかそのクラブじゃないから集客とかもねそこまで気にしなくてもいいイベントもあったしそうですねなんかまあ受け皿も、まあ、翔平くんのまあ人柄もあって、まあ、受け皿も広いことからそうです、まあ、DJ 新しい DJ も生まれね、はい、いろいろ大変なこともあったと思いますけどまあまあ過ぎ去ったからね終わったパーティーの話はやめようやめようそうですねまあまあいやありがとうございますありがとうございますこちらこそじゃあ最後にね翔平くんに、ね一ついただいて締めたいと思います、はい、いやアトモスフェーレはね来月から、まあ、オープンはまだねはっきりとは決まってないみたいなんですけどそうです一応まあ4月1日を目指してるか、まあ、いつでもできるんですけど、はい、もう3月1日から物件自体借りてて、はい、いつでも開けれるけどちょっと、まあ、ちょっとゆっくりしたいなと思ったさすがに確かにねちょっと怒涛だったんでこの末がそうですね2月もね1月からもう始まってましたからねそうですね昔の寝てない時思い出す感じのいやお疲れ様でしたありがとうございますじゃあもう来月じゃないわ、はい、まあ新店もね、はい、まあご飯食べに行って、はい、まあアフター会場とかになったりするんでしょうけどそうですねまあ一応まあそういうのも考えながらやらしい話いやいやもうここもそうやったんですからね何や言うたらパーティー終わったら絶対みんなここに集まるみたいなで早く帰れってじゃあじゃあ最後、はい、あもう準備できてるんですねあそうですまあじゃあせっかくなんで、はい、ちょっとなんか一言だけお願いしていいですかアッキーさんから全員にねマイク入れてきなそうですね翔平くんどうもお疲れ様でしたもう本当にもうここは良い思い出しかなくってもうここがなくなるのは忍びないですけれども新天地でも頑張ってください悲しい感じですじゃあ今バーに入ってもらっているクロノスフェーダーから一言イエイイエイ俺の名前は DJ クロノスフェーダーイエイイエイイエイアトモスフェーで12周年おめでとうございますイエイイエイありがとうございます。かまちゃん、お願いします。Yeah, yeah. You hear AK ゼロジバ。2020 Japan, See Japan。マジでこの最悪な状況が、てんこ盛りの中、最高な、最悪な状況でも、最高を描く、ここ人間交差点、最終処理場、アトモスフェーレ。
別に場所が移動するわけで終わるわけじゃねえけど、マジで店主は言わずもがなの翔ちゃん、yeah. Yeah. まずは、yeah. 12年間俺たちの居場所を守ってくれたことにマジでリスペクト、yeah. Yeah. そして新天地での幸を願って、yeah. 俺は神も信じないし主もいないって思ってるけど、今日だけはやらせてください、万歳。あ、な、何やればいいんだっけこういう時って。なんだっけ、なんだっけこういう時の締めって。いや、じゃあまずは幽閉系ゼロジバから一本締めさせてもらいたいと思います。ありがとうございます。いや、よっ。マイクでは広め、ありがとうございます。ありがとうございました。だね、あの飛び込みで、あの DNT ことかまちゃんも来てもらってるんで、あのかまちゃん、あの一言だけ。あ、DNT です。みんな生き延びろ。Stay alive。ありがとうございます。阿部ちゃん、ここじゃあ、 あのここら辺で、最後の曲1曲を、あの翔平くんから、お願いしたいと思いますが、まだねアトモスフェーレは終わらないんで、とりあえず畳山地会館では今月、あのパーティーはこの土曜日の29日で一応終わりなんですけども、まあ、いろいろありまして、あの本来はそこで終わる予定だったんですけど、3月の7日までその翌週1週間は通常営業でしてるんで、まあ、ここでの、まあ、本当最後の営業は3月7日の土曜日になります。なんで、まあ、あのまた飲みに来てもらったらそれまでに。そうですね、まだまだあの畳山地会館の奇跡は続くということで、それでは時間も来ましたので、お別れの時間です。最後の1曲お送りします。じゃあ曲紹介だけ、はい、じゃああのよくパーティーの終わりに僕が無理やりこう入らせてもらってかけたんですけど、山崎箱の呪いを。
コン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 釘を刺す藁の人形血を流す泣いてるように一体誰の血コン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 釘を刺す私いつまで釘を刺す誰がこうした恨んで釘を刺す私をこうした恨んで釘を刺すコンコンコンコン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 釘を刺すコン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 Sock for water.